岩橋産婦人科の岩橋栄ちゃんです。不妊症についてお伺いします。はい、ご結婚されて、うん、例えばあの1ヶ月に1回排卵があって、うん、あのっていうことはその1年間に12回チャンスがあって子供さんができない、うん、あの例えばご主人が単身赴任でいないとかっていうことを別にして、うん、普通にあの一緒にお過ごしになっていて1年間できない時に不妊症っていう言葉を使います、うんうん、で昔は2年ぐらいできひんかって初めて不妊症っていう風な時代もあったようなんですけれども、うん、この頃はやっぱりご結婚が遅かったりということもあるので、うん、まあ、あの1年一緒にいらっしゃって子供さんができない時にはいっぺんあの相談いただきたいわということで申し上げています、うん、で不妊症の原因には、うん、あの男の方の男性因子と、まあ、女の方側の女性因子があります、うん、で、まあ、あの男性因子の方は、まあ、性器所見っていう形で、うんうん、あのあれなんですけれども、例えば10人、うちへ来てくださるご主人がいたとしたら大まかにはだいたいそうだな、あのこれはもう教科書通りパンパンにあの正常ですよっていう方は約2名ぐらいだと思います。10分の2しか、そうですね、もうこれはもう手放しでっていうのはまあ2名ぐらいと考えてください。そしてあの2名、3人ぐらいですかね、うん、で、あのそのうちの10人のうちの2人ぐらいが、うん、あちょっとこれはあの難しいって言いますか、難しい部類に入るのかなっていう方が2人目ぐらいで、5人ぐらいだから10人中の5人ですから、うん、半分ぐらいがちょっとそのいわゆる、教科書通りの正規所見ではないけれども、うん、そんなに気にすることないよという方が5人ぐらいなのです、うん、だからその正規所見の正常正常って言いますけれども、うん、あのまあ教科書通りの正常っていうのと私たちが現場で思ってる正常っていうのはちょっとあの開きがあるかもしれない、うん、正規所見どんな字書くん？精液所見、精液所見、精液、ここで所見、はい、うんうん、はい、はい、どうぞ、はい、おいで、はい、で、あの、そので結局その精子がどのぐらい 1cc あたりの精液が、あの精子がどのぐらいいてて、どのぐらい動いてるかということで、まあ、教科書通りには、うん、まあ、それが精液所見、はい、いただきます、うん、で、まああのものすごくちょっとあの難しい場合には泌尿器の先生にお願いして、うん、あの原因を探っていただいたり、うん、っていうことはあります。で女性側の方は、うん、あのまあ、おまかに言わせていただくと卵巣の因子と卵管の因子ということになるかと思う、あ、まあ、もちろん子宮の因子っていうのもあるわけなんですけども、うん、卵巣因子としましては排卵があるかないかどうか、うん、まあ、もちろんその排卵もいい排卵か悪い、あのよく、なんていうか少しちょっと助けてあげないといけない排卵かなということはもちろんあるわけなんですけど、排卵がない、もしあの排卵がちゃんと行われてないとすれば、それは不妊症ということとはまた違うわけです。排卵障害という別の病名になるわけで、うん、排卵障害がお持ちイコール不妊症ではないわけです、うん、排卵障害の治療をしてあげれば、うん、あの子供さんができる場合はそれは不妊症とは言わないです、うん、ちょっと難しいかもしれないんですけど、うんうんうん、そしてもう一つ の原因の方は卵管です、うん、で私個人的にはこれ別に統計取ったわけではないんですけれども、うん、やっぱり卵管の障害で不妊症になっている方というのはやはり多いのではないかと思います。いろんな原因があるわけなんですけれども、うん、やはりその慢性な炎症が関わっていることが多くて、あの子宮内膜症とか、うん、あるいはあのこう骨盤内の感染症っていうのが割と多い原因にはなってくるんではないかと思います、うん、あとはやっぱまあ菌種なんかも絡んでくるわけなんですけれども、うん、だいたい確率で言うたら卵巣と子宮とどっちが原因なことが多いん？あの多分一番卵管の炎症、卵管が紹介されているのが一番多いんではないかと。卵巣じゃなくて卵管。そうですね、あのちょっと統計何パーセントで、そこまでちょっと用意は、うんうん、あの教科書みたいに書いてあるんですけど、うんうん、ちょっとそこまでパーセントまで、うんうん、あの本によって違いますので、うんうん、あの言うことができないですけれども、うんうん、卵管って分かったらチューって坂井ちゃん通しちゃったら一発やん、うん、あのその原因によるわけです。例えばその内膜症によっての卵管の痛み具合っていうのと、いわゆるちょっと前からあの割とかクローズアップされているクラミジア感染症なんかの卵管の障害っていうのはちょっと違いまして、例えば卵管の内腔といいまして、卵管の中身をそーっとこう細いカメラで覗いてみますと、卵管の中ってひだがあるんですね。こうふわ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 ってこう
いわゆる偶和かなんかの天女の羽衣って知ってますか、うん、ああいう感じでこうふわふわって半透明のこの卵管のこうひだがありまして、そういうところを私たちは受精卵の姿で通ってきたわけです。すごく綺麗なんですけれど、内膜症の卵管の障害の場合は割とこう全体的に太った感じになりますので、卵管も腫れるんですけれども、案外と中は綺麗なことが多いんです。中の卵管の中のこうひだっていうのは綺麗なことが多くて、内膜症の治療をすると結構綺麗にまたそれは動くことになることが多いです、うん、でそれに反しましてクラミジア の、うん、癒着の場合は、こう卵管の障害の場合は卵管の中までやられてて、こう自転車のスポークみたいにそのひだがやっぱりこう倒産みたいにして、で自転車のスポークスでスモークスかな、うん、スポーク、うん、このこういうみたいな、うん、そう癒着がひどくてこう 卵子が通れなくなってるような癒着がある場合にはちょっとこう直しにくい場合があります。だから見てみないとわからないってことはクラミジアの子が一番辛いな、うん、でも子供さんできないよって聞いてくださった方に、うん、内膜症とクラミジアと両方持てられる方もいてます、うん、クラミジアって原因は、うん、やっぱ性病、大王性病って昔言われてたやつなんですけれども、うん、まあちょっと本当のところは誰にもわからないと思います。その辺に出て移ったりということもあるかもしれないです、うんうんうん、ですけども一応まあ夫婦間での移し合いがあるのかなっていうことと、うんうん、まあ本当のところは全部はわからないと思うんですけど、うん、まあ感染症であろうと、うん、風呂屋の椅子をちゃんと洗えへん酒ってそんなもあるんか。林業ってご存知ですかね。林業っていう、うん、昔流れの成分があるわけなんですけども、うんうん、それはやっぱり腰掛けで移るということは実例としてあるようです。子供さんとかおばあちゃまっていうのはやっぱり変な話性交渉とかはなさってないわけで、やっぱりでもお風呂屋で移ったっていう例はやっぱりあるようなので、ただクラミジアに関しては本当にそうかどうかっていうのはちょっと、なんかデータは多分ないかな、はい、でもちょっと分からないです。本当のところはちょっと誰にも分からない部分ではないかと思います、なるほど。